次です。こちらすやすやと眠っているのは羊の赤ちゃんです。今日新潟市で羊の赤ちゃんが生まれ、今だけの可愛らしい姿を見せています。一生懸命立ち上がろうとする羊の赤ちゃん。新潟市中央区の動物ふれあいセンターで今朝生まれたばかりの双子です。生まれてからわずか6時間ですが、しっかりと自分の足で立って今お母さんのお乳を飲んでいます。可愛らしいです。午前8時に生まれた姉は 3.6キロ、その45分後に生まれた妹は 3.9 キロでした。双子の母親ふわちゃんは2度目の出産ということもあり、子育ても慣れた様子です。元気に生まれてくれたのでこうほっとしました、はい、おっぱいを飲む時期もこの生まれて数ヶ月なので、まあ、可愛い姿を見ていただけるかなと思います。双子の名前は1週間以内にスタッフが決め、ホームページで発表されるということです。可愛かったね。すごい感動的ですね。こんなにちっちゃいと思わなかったんでびっくりしました。動物ふれあいセンターではもう1匹も出産を控えていて、今月下旬以降に新たな仲間が増える予定です。